や振る舞いがチーム全体で表現され、ハーモニーとして美しいか、成就に富んでいたかなど、審査及び評価をいたします。はい、審査のポイントを、ね、今ご紹介いただきました。どうぞあなたも審査員になったおつもりでご覧になってください。ありがとうございます。さあ、お待たせをいたしました。いよいよ第1次審査の始まりでございます。まずは、華やかな振り袖の部です。ご挨拶をしております。どうぞ皆さん、お顔を上げてください。厳正な審査をお願いいたします。それでは、始めていただきましょう。どうぞ。さあ、生徒の舞台がどうに変わりましたね。今日ご覧いただくのは、来て少しのはもちろんでございますけれども、予想した後の振る舞いと所作などを合わせてご覧いただきたいと思いますね。この大会の競い合いは、自分一人が目立つのではなくて、周りの出場者を輝かせるような優しさ、風情が大切ということでございます。風情、風の情けができませんよね。一人の女性からこの会場全体に向けて、気品ある優しさなどがどれくらい醸し出せるのかをどうぞ評価していただきたいと思います。審査の対象になっておりますけれども、どうぞ皆さん、舞台をご覧いただきながら、審査対象になっております。今のと私のレポートをご紹介しましょう。はい、はい、ご紹介させていただきます。着物を通した私の使命。私は母が私や兄弟の入学式などで着物を着ている姿を見て、私も着物を美しく着こなせる女性になりたいと思うようになりました。学校で着物とマナー、伝統文化、親子教室のチラシをもらい、着物に興味のあった私は、母と妹と一緒に教室に通うようになりました。小学4年生の頃から通い始め、浴衣や着物の着方、挨拶やお辞儀の仕方、言葉遣いなどの稽古や、日本の年中行事のお話を聞き、日本文化の楽しさに引き込まれていきました。浴衣の稽古では、帯をさまざまな結び方で作るのが楽しく、知らない結び方に出会うたび、帯の奥深さを知りました。また、日本の年中行事のお話を聞くのが面白く、一つ一つの行事に対する思いが変わり、何気なく過ごしていた日が特別な日になりました。お稽古を続けていくうちに、外見から華やかに彩るだけでなく、内面からも美しくしてくれる着物が大好きになり、日本の伝統的な文化の継承をしていきたいという気持ちが強くなりました。今はコンサルタントの資格を取るために稽古しています。資格取得後は先生として着物文化の普及に努めていきたいと考えています。曽祖母、祖母、母から受け継ぎ、大好きな着物を着ることができる環境に感謝をし、着物の似合う美しい日本人女性になれるように、これからも学び続けていきます。素敵なレポートをご紹介させていただきます。はい、ステージがどんどん進んでおりますけれども、ね、どうぞ皆さん、ここに秋の舞台、ご声援もよろしくお願いいたしますね。皆さん、立ち上がっていらっしゃいましたしね。一人で着物を着ますと、どうぞ、すごいですよね。どうぞ、お出来になりましたら、どうぞ、前の方へ順番に並んでいただくことになっております。
に来たのに。自分の実力を発揮できたのではないかと考えております。
そうです。両サイドの方はできるだけ高く番号を上げてください。足は3番です。
ポジションちょっと変わっていただいて、ほぐし方の審査でございます。先生方いかがでしょうか。確認よろしくお願いします。ほぐし方の審査が行われております。いろいろな出力を出してくれました。さあ、それでは番号を下げていただいて、もう一度前を向いてください。お大阪でございます。今日一番の笑顔で、自身をリードしてください。さあ先生方いかがでございましょうか。揃いいただいております。審査は大詰めでございます。まず審査のトップを飾りました振袖の部でございます。出来上がった方から順に並んでいただいて、そして途中また変わっていただいたりしながら審査を繰り返していきますね。振袖方もご覧いただきました。いかがでございましょうか。緊張よりも楽しみですとおっしゃった方がいらっしゃいましたね。ハプニングがあったけど大丈夫ですか。はい、皆様ちょっと、左胸についている番号札が見えているかどうかをご確認いただけますか。はい、少し隠れている方がいらっしゃるようですので一度お確かめください。ありがとうございます。さあ先生方いかがでございますか。番号の確認も合わせてお願いいたします。せっかくね、番号が見えないですね。本日はどうもありがとうございました。